精神的ストレスは不安感、否定的な感情、過度の精神的負荷、それらから引き起こされる錯乱、社交での拒絶、または家庭問題や低い自己評価などの要因によって引き起こされます。そしてこれらはとても神経質で、さらには繊細な問題です。我々は多くの場合、深刻な事態を後回しにしてしまい、時が過ぎることを時間薬として、結果その問題を心の奥底に沈めてしまい、自ら闇を作ることが多くあります。しかしこれは致し方のないことでもあります。それほど現代人の日常はゆとりがなく、また経験が未熟な若い時は特に、解決を得るための知識と経験値がありません。そしてそれをサポートするための大人が周りに少ないのも現代の特徴ではないでしょうか。ですがこれらが自ら心の病気を生み出すことは少なくありません。もしこの動画を見ているあなたが、このような問題を身近に少しでも感じているのならば、一緒に考えていきましょう。前回の予告では、今回精神的なストレスが発生する要因についてお話しする予定だったのですが、本日は予定を少し変更し、一度皆さんと一緒にストレスチェックなどをしてみたいと思います。今回もナビゲーターは私、黒沢が務めます。皆さんよろしくお願いします。チェック方法はとても簡単です。私が次に出す以下の設問に対し、1番という回答を2点、2番を1点、3番を0点として合計点を計算してください。その合計点があなたのストレスチェックの指標点数です。設問は全部で30個です。それではどうぞ。Thank you.
さて皆さん、回答は終わりましたか？それでは集計してみましょう。0点から4点の方、素晴らしいと言いたいところですが、日常生活における適度な緊張感は以前お話ししたように必要です。交感神経と副交感神経を共に刺激するためにも、適度な緊張感のある生活を送ることを意識しましょう。お互いのバランスを取ることで、より良い健康的な生活が送ることができます。5点から10点の範囲内の方は、適度なストレス、負荷を自分自身にかけ、良い緊張感を保っている状態の可能性が高いと思われます。11点から20点の方は、薬などによる目の前の症状回復に頼りすぎ、根本的な治療を後回しにしてしまう傾向があります。問題の根本をいずれは考える必要が起きる可能性があることを常に頭に置いておきましょう。21点から30点の範囲の方は、薬などによる目先の回復ではなく、根本的な治療を一度考えた方がいいかもしれません。31点から39点までの方は、かなり危険な健康状態にあると思われます。生活面への改善が必要な状態です。早急に考えましょう。そして合計点数40点以上の方は、すぐにでも専門医のチェックが必要です。いずれの問題においても症状が軽微な場合、快適な日常に支障をきたさないために一時的に薬を服用することも必要です。ですが、症状が慢性化している場合や複数の精神的不安、体調不良を抱える場合は、抜本的にこれを改善する必要があります。これらはいずれも生活習慣病に関する問題であり、生活習慣と自身の日常を見直す必要があります。クッキングスタジオ T3 は、料理を通して体と心の健康を作るちょっと変わった料理教室です。人に知られたくない相談等があれば、ぜひ Twitter @むちおわんまでダイレクトメールにお寄せください。相談はもちろん無料です。プライバシーは必ず保護いたします。まずはあなたの悩みと症状等をぜひお聞かせください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。ナチュラルフードコーディネーター黒沢がお話を務めさせていただきました。ありがとうございます。